はい、話の273日目でございますが、今週も特に伝えるようなことは何もないという、そういう畑の状況でございますね。畑もそうだし、もう個人的に国試、薬剤師国家試験が2週間後に迫ってましたね。それに向けて勉強しないと、もう何にも 身が入らないという感じです。はい、茎ブロッコリーはね、いまいち大きくなってないよね。冬の間にまあ取れるのはありがたいけど、もうちょっと大きくならんといかんのだろうな、もう少し早く植えてもよかったのかもしれないです。まあ冬はね、しょうがないよね。畑はこんなもんだよね。横の方とか見ても、ね、横の方とか見てもそんなに畑今作物植わってないからしゃあないということで、まあ、寒いのに気をつけて、あとオミクロンとかね、コロナにも気をつけて頑張っていきましょう。ほなまた。